綺麗な日本語の伝え方、講師のなおです。今日は皆様からいただくお悩みでかなり多い、どうしても声を使いすぎてしまうと声がかすれてしまうという方の悩みを解決するメソッドをお伝えしたいと思います。声を使ったり大きく出したりした後にどうしても喉が疲れてしまって声がかすれてしまう、そういうことは多々あると思います。声帯っていうのは、これが声帯だとすると、息を吸うときはリラックスして声帯が開いています。声を届けたり使うときは声帯が閉じて、息を出しながらこの声帯同士が擦れ合いながら声を届けることになるので、この動作が疲れすぎてしまうと声がかすれてしまうというのが原因です。なので今日はあえて声帯を少し刺激をして声帯を強くするメソッドをお伝えしたいと思います。ではまずひらがなのうでちょっとうーっとうなり声を出してみてください。はい、あまり使わない声だとは思うんですけれども、その時にこの喉の喉仏のところちょっと触っていただいて、少し振動しているのが感じられると思うんですけど、これが一番声帯を今刺激している状態です。声帯を少し圧迫しながら声を出す。で、普段はもうそのまままっすぐ声を出します。で、今日はここから使った声帯をリクラクト、リラックスさせていきたいので、少しうのまま笑ってください。で、そのまま、声の質が変わるの分かりますか？これは声帯を閉じて、普通にして、そこからさらに開く。そうすると、息の量の方が増える。ので響きやすくなるという感覚になります。これをあいうえをすべてでエクササイズやってみたいと思います。ではあでまずこすり合わせましょう。あ、普通にあ笑ってあ次はイ、イ、笑って、イ。もしも分かりにくい場合は3本の指で人差し指を喉仏を押さえて、親指と中指で胸鎖乳突筋を押さえましょう。やってみましょう。刺激します。普通にうーリラックス、うー、はい、次はえです。普通にえリラックス、え、最後です。おです。おお、笑って。おー、そうです。これはできれば普段この声帯を刺激しながら喋るポジションではあまり喋らないようにして、いつも笑顔で、笑顔のポジションで喉を広げながら喋る。それをするだけでも大きな声を出さなきゃいけない時にも負担はかなり減ります。
声帯を締めたまま大きな声を出してしまうと、どうしても声帯が傷ついてしまうので、それを防ぐためのメソッドになっています。試して綺麗な声でお話ししてみてくださいね。それではまたねー。